まあ、池田動物園は開園して、66年になるみたいなんですけど、アメリカのパグのが死亡しました。キリンの方も、死亡しましたということで、やっぱりね、はい、というわけで始まります、ビジュール。今日行くところは池田動物園に行ってみようかなと思います。その、まあ、池田動物園というと最近経営不振とかいろいろあるんですけど、最近になってコロナの、ね、影響でいろいろとイベントがね中止になったりしてる中、池田動物園どうなってんだということで行ってみようかなと思います。それではスタートします。大人通常料金が1100円なんですけど、コンビニで買っちゃうとなんとね、20% オフなのかな、880円で入れるということで、結構ねお買い得なので、ぜひちょっと利用してみてください。というわけで、池田動物園に来ました。まあね、コロナの影響もだと思うんですけど、結構やっぱり人が少ないですね。従業員さんの数がちょっとね目立つような感じと思うほど、お客さんが少ないですね。まあ、池田動物園は開園して、66年になるみたいなんですけど、まあ、今年に入ってアメリカのパグのが死亡しましたと、キリンの方も、死亡しましたということで、やっぱりね時代の流れで、動物のもね、亡くなったりしてるみたいです。ふれあい広場なんですけど、やっぱりねコロナウイルスの影響で、2月28日から3月15日までそのコロナウイルスの感染防止を防ぐために、中止しているようです。
ここがね、あの合格祈願で有名なあれですかね、落ちないお守り配布中と。いう感じ。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回は池田動物園ということで、結構ね、あのイベントを池田動物園活性化のためにねイベントをやってたりもしたりしてるんですけど、やっぱりなかなかお客さんもね足を運ばないという現状なので、ぜひあの、ま、日曜日とかそういう大きい日には、行ってみてもいいのかなと思います。なんか逆に今人がいないんですごい、回りやすいというか、動物をねちゃんと見やすい、触れ合いやすいっていう環境になってるので、ぜひね、行ってみてください。それではまたよろしくお願いします。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も